はい。そしたらこれを出していきましょう。だいたいこれ星型ネジってはネジの頭潰すのが怖いっすよね。ちょっと舐めさすと、あのドライバーの星型のやつの方が潰れるっていうか、折れちゃってどん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 回せなくなってくるんですよね。はい。思いのほか簡単でしたね。デスクトップの方が楽っすね。モノパソは絶対俺壊しますね。スマホとかも分解はしましたけど、あのね、スマホだとあれをぶった切る Wi-Fi のあの黒い線あるんですよね。あれが必ず変なところに通ってて、あの液晶を剥がすときに無理くりフンとか滑らすと、その滑った勢いでぶっちぎるっていうのがあるんですよ、 Wi-Fi の線。あれが怖いですね。外れないぞ。して。これをどう外すのか。もしかしてこれ？これも外すの？サイズ違うやないかい。いや、めんどくせえな。これは違う気がする。ハードディスクが。違う気がするんだけどな。でもこれ引っかかってとかってどれだ？ここら辺か。ゴムがネジにかかっててめんどくせえな。
これがハードディスク単体なのかな。ちょっと、これで多分ハードディスクを今分解してかかっちゃってるよね。はい。ちょっとこれでやってみますわ。はい。まあちょっと今までずっと検索してたんですけど、なんだっけな、ハードディスクってね、これ単体なんだって、この外のこの取っ手みたいなの違うらしくて、でこれマウンターの外し方なんですけど、これ硬質ゴムっぽいから、これグイってやったらこれ抜けるんですよね。こんな感じで、ちょっとまあわかんないけど、ドライバーで差し込んで、あ、これで抜いていくような、こんな感じで抜いていきます。そしてこれがハードディスクですね。でこれのハードディスクの動かなくなっちゃったんで、中身抜いていきます。はい、じゃあですね、これ買ってきたやつのまずこれネジ外して、あとはネクタイ、ほら、あ、やばいやばいやばい、あ、ここにネジがあるんだけど、あ、なるほどね、これちゃんとネジで固定してあげないとあれなんだ、あの端子のところが折れるんだね。K の合うネジがないので、ドンマイという話で、ここ固定してあげないと、ここ刺した端子のところがもうバコッと折れるから、付属のネジがありました。でこれを固定ですね。これかな、これで、差し込めるのかどうかを確認してみます。今ねタブレットしかないから相当きついんですよね、4ギガの。結構遅いと思いますね。はい、まあ一応ぐちゃぐちゃなんだけど、もうとにかく急いで急いで取り出さなくちゃいけないんですけど、これですね、 NEC なんで Windows ドライブの D ですね。どれだろう、 Windows かな、なんか結構壊れてるくせ、結構壊れてるっぽいかな。見づらいね。これか。違うな。どれだ。NEC ユーザー、これだね。さて、ずっとデータは取り出せるんでしょうか。しかしね、2テラのやつを 4GB のこのタブレットでのやつでやるっていうのは無謀だよね。
これしかねえもん。いや動かないな。まあ動かなそうですね。まあはい、まあ一応ですね、できたっちゃできたな。お結構きた。お、あ、結構消えてる。あ、でもあるね。おうおうおう、よし、じゃああとですね、これでまあ探してみて、ハードディスクのやつを外付けのまた他のやつに移して、でハードディスクをもう一回こっからねやります。ディスクをあれするんですよ、復旧するために消すんですけど、それがね、まあこの説明書を見る限りで7時間かかるって書いてあるんで、まあちょっと他に、まあプレイヤーじゃない他にもパソコンがあるんで、そっちのパソコンをちゃんとセットアップして、ちょっとそっちでやろうかなって思います。まあ一応ハードディスク復旧はできなくても、ちょっとデータが取り出せるようになったんで、まあこれで、よしとします。初めてのハードディスクを取り出して、そっからの、メモリーをね取り出すっていう、まあ結構最初難易度高いのかなと思ったけど、やってみると、いや特にヤフー知恵とかを教えてグーに聞くと、優しい人がものすごい込み入ったことを教えてくれるから、それでやっていきたいと思いますし、ちゃんと外付けのデバイスに復旧のね、なんだっけ、リカバリーディスクとかね、ちゃんと作ってやろうと思います。ではでは。はい、今回はですね、ハードディスクを取り出しまででしたね。でこの後 SSD に交換はしました。いや最後の方なんか近かったっすね、なんか近いね。でまあ今日はですね、こんな感じの素材で終わりたいと思います。まあパソコン不意に壊れるから困りますよね。ではでは。